ローマ時代のコイン。表には、グナエウス・ポンペイウス。裏には、ホブネが書かれている。古代ローマ人の間では、このような表が人の頭。裏がホブネである一部のコインの様式から、コイントスをナビア・アウト・カパートと呼んでいた。コイントスは、二者の役割分担、順位付け、権利などを決定するために、効果もしくは同様の雑出、形状を持つものを投げて、 表か裏のどちらが出るかを観察する行為である。コイン投げとも呼ばれる。材質が均一なコインを人間が指で回転運動を与えて投げ、コインがある程度多い回転を経てから地平面などに落ち静止したとする。この時見えているコインの面が表になるか裏になるかはほぼ同様に確からしいことが期待できる。実際にはコイン表面の刻印や厚さのために その確率には微妙な偏りがあると考えられるが、一般的な状況においては、この微小な差は無視される。コイントスはこの性質を用いて、他の決定方法が採用できないような場合に、偶然性に頼った決定を行う方法である。同様の偶然性は、他の物品でも実現可能だが、特にコインは入手のしやすさや扱いやすさなどから広く、一般に用いられている。また、 コイントスはベルヌーイ志向の典型的な事例として様々な確率モデルの説明に用いられる。コイントスのコインの投げ方まずコインの表裏を確認する。これは決定に従うべき2社の間で表裏の区別に関する相違がないようにするためである。さらに2社のいずれかが表裏どちらが出るかを予想して宣言をする。表裏の宣言を行うタイミングは投げる前、 コインが空中にある間、投げたコインが手の甲に着地して、もう片方の手で隠されている時などがあるが、どちらのものが宣言するかも含めて、あらかじめ了解をとってから行う。一般には、中立な第三者がコインを投げる。コインの投げ方には特に決まりなどはないが、十分な回転運動を与えるために、以下のような方法をとることが多い。左右どちらかの手を、 手のひらが地平面に垂直に、指が地平面に水平になるようにする。この状態で人差し指と親指で輪を作るようにし、親指の爪を人差し指の抹節の元に当てる。人差し指の抹節の上にコインを置き、親指を強く上に向けて弾く。ある程度の回転が加えられていない場合は不正とされ、投げようとした手を滑らせて、コインを落とした際に一旦向こう落として、 投げ直すこともある。コインが地上面に落ちて静止した時点で、コインの上を向いた面が表か裏かを確認して、決定がなされる。地上面に傾き、凹凸、水たまりなどがあり、確認を行うのに適当でないと思われる場合は、コインを投げたものが落ちてきたコインを、片方の手の甲で受け止め、他方の手で抑えるといった方法も用いられる。通貨として流通している効果のほとんどは、 コイントスで用いるコインとしての要件を満たすが、特にコイントスのために作られたトスコインもスポーツ用品メーカーなどから販売されている。アメリカンフットボールの試合開始前にコイントスを行うレフェリーコイントスは、現在では主に球技において最初に攻撃を行ったりボールの支配権を持つ選手を決定する方法として知られている。この場合、審判が中立な第三者として、 コイントスを行う。テニスの公式試合では、第1セット第1ゲームの試合開始前に選手がコートエンドやサーブ権を選択するコイントスが行われる。だが、非公式試合の場合はどちらかの選手が持つラケットを代用とすることも多い。ラグビーでは、最初の攻撃者の決定にコイントスを行うだけでなく、時間内に試合の勝敗が決定しなかった場合に、 コイントスで勝者を決することがある。アメリカンフットボールでも攻撃順か自陣選択権かのいずれかを選ぶ際にコイントスが行われる。NFL では特製のコインが用意され、実際にコイントスに用いられたコインはプロフットボール殿堂に収められるとともに同デザインのコインが一般の収集家に販売される。野球の支給式のように 審判の代わりに著名人の来賓がコインを投げる場合もある。また、順位決定の際、タイブレークシステムの最終項目にコイントスを適用する。XFL では、試合開始前のコイントスを行わず、代わりに、両チームの代表が同時に20ヤードを走って、ボールを奪い合うことで決めるシステムを導入した。アイスホッケーの場合、ルール上、 ホームチームとアウェーチームを決める必要があるため、中立地の試合では、アイスホッケーのパックを上に投げる、パックトスが行われる。パックトスに勝った方が、ルール上優位になるホームを選択するケースが多い。野球の MLB では、地区優勝及びワイルドカード争いが同率となった際にタイブレーカー開催地を、コイントスで決定していたが、2008年を最後に廃止される方向となった。 ワールドベースボールクラシックでは、決勝戦において、先行高校を決めるためのコイントスを準決勝、終了後に行うほか、プールラウンドの順位決定における最終手段として、コイントスを採用する場合もある。新日本プロレスの G1 クライマックスでは、ブロックリーグで勝ち点及び直接対決で並んだ場合、コイントスにより順位を決定する。 2009年大会の A 組で史上初のコイントスが実施された。トレーディングカードゲームにおけるカードの効果を判定するのにコイントスが使われる場合がある。ドイツのボードゲームアベカイサルではゲームに不可欠なカイサルへの敬礼を行う際に最初に配られるチップをコイントスの要領で投げてアベカイサルと叫ばなければならない。英語圏などでは選挙で両候補の得票数が 同数の際に当選者を決定するためにコイントスを用いる場合がある。アメリカ合衆国に新たに加入する州が最初の任期満了年の異なる2名の上院議員を選出する際、2名の当選者の任期の長短を決める際にもコイントスが用いられる。アーレーバーク級ミサイル駆逐艦の建造構想段階では実際に建造されたズングリムックリの船体と こっそりした戦隊の2案が検討され、いずれも一長一短でこうつつけがたかったために、最終的にコイントスで決定されたという冗談のようなエピソードがある。その後建造されたイージス艦が基本的に本艦をタイプシップとしていることから、ある意味一枚のコインが現代軍艦の歴史を決めたとも言える。2007年1月11日、 秋田大学医学部附属病院の病院長を決める際、候補者選挙を行ったが、第1回投票で決まらず、さらに3度の決選投票でも票が同数となって、当選者を決めることができなかった。そのため、選考会の席において、抽選によって病院長を決定することを多数決で決議した後、コイントスを行って、病院長を決めたという事例があった。Google コイントスブラウザ上でプレイできるコイントスありがとうございます。